大谷さん顔面への危険球にドヤ顔噛み対応、その後また打撃妨害。あっぶね。おいおい藤浪か。危険球やんけ。よく避けたなこれ。藤浪以外にも敵がいたか。藤浪が二人いるやん、応援系。危うく球界の先般やぞ。こいつ本塁打10くらい打たれてる藤浪よりやべえやつやろ。その後同じ打席。打撃妨害きたー。また多くね。最近多いな。打撃妨害の名シュッター。バット長くした効果定期。これはキャッチャーが悪いな。かなり前に出してるやん。学習しねえな相手の捕手も。打撃妨害ほんまやめてくれや。出塁率上がらんし。打撃妨害って指標ではどうなるんや。捕手のエラー、打者の成績には何も影響ない。出塁率も上がらん。出塁できるけど打者からしたらやられそうやな。